ネルに来てくださってありがとうございます。今回は身近にある材料でマスクを作ってみました。手作りマスクです。動画の流れは次の通りです。1、手作りマスクの完成品。2、材料。3、道具。4、作成手順。最後に5番でまとめ注意点というふうに進んでいきます。まず1番の手作りマスクの完成品です。こちらが表側で、裏側はこんな感じになっています。次に材料です。 22.5cm、 22cm の厚紙1枚と、同じ大きさの 22.5、 22cm のダブルガーゼ、それから、使用済みのマスクですが洗ったもの2枚、それからミシン糸も後で使います。次に扱う道具についてご説明します。ミシンとアイロンと物差し、ハサミ、ミシン糸、それから水で消えるチャコペンです。次に印付けをしたいと思います。今型紙にのすぐ下に布を置いてあります。同じ大きさなのですけれど、ちょっとずらしていただいて、ここに印をつけていきます。はい、そして反対側もちょっとずらしていただいて印をつけていただきます。はい、その後物差しで線を引いていきます。これは時間が経つと消えたり、水に濡れると消えるチャコペンです。はい、引きました。次にこちらの面を表にしたいので、一度ひっくり返します。白っぽい方ですね。はい、そしたら先ほど書いていただいた上の方の 2.5cm ですね、そこの線のところを折り目にして一度アイロンをかけます。こちらです。でアイロンかけたら、またその線のところに向けて半分に折り曲げていただいて、またこちらもアイロンをかけます。はい、こちらが半分のところをアイロンかけた状態です。次にこちら上部に引いた線のところを折り曲げてあります。ここの線のところまで下の部分を半分のところまでやると、ここが10センチということになります。ここの部分をアイロンかけていきます。はい、こちらが今アイロンかけた状態です。広げるとこんな感じになります。線のところまで来ています。簡単に作れるということなので、あまり寸法は気にしないで作ってください。はい、これがアイロンがかけ終わった布になります。この次にここにワイヤーを入れて、この部分を縫っていくんですけれども、ここに使うワイヤー、それから耳にかけるマスクゴムの方は
使用して洗ったこちらのマスクをの材料を使っていきたいと思います。こちらがゴムを切り離した状態です。ワイヤーはここの端の方を切っていただいて、こうやって出すとスッと取り出すことができます。これをまっすぐに伸ばしておいてください。はい、次にこのワイヤーをマスクの中に入れていきたいと思います。だいたい真ん中辺ですねに、手前の方に入れてください。この線の上に置いてください。でそれをこう巻き込みます。そしてここのちょうど端っこのところ、ここにミシンで縫い目を入れていきます。はい、こちらが縫い終わった状態です。縫い始めのところを一度引き返して縫います。また一度引き返して終わりました。はい、次に耳のところをやりたいと思います。両端をまず1センチぐらい、大体でいいです。1センチぐらいを折って綿折ります。はい、この状態でアイロン掛けをします。反対側も同様にお願いします。はい、こちらが縫い終わったところです。スタートのところまず縫ってちょっと戻ってまた縫い始めます。はい、で最後まで来たらまたちょっと戻ってまた縫って返し縫いをしてください。ワイヤーはここに入っているんですが、ワイヤーを縫わないように気をつけてください。はい、その次なんですけれども、ゴムの入れるところ、脇を縫っていきたいと思います。まずここのところ1センチぐらい折り曲げます。さらに1センチ折り曲げます。はい、こんな感じの状態でここにアイロンをかけてください。はい、アイロンかけ終わりました。こんな感じです。はい、ここのポイントとしては、ちょっとここの部分を内側になるようにアイロンかけると仕上がりが綺麗になります。こうはみ出さないということですね。ここです。こうならないようにちょっと内側に入れ込むような感じでアイロンかけるのがポイントです。次にマスクのゴムの準備をします。2本を1つに結ぶのですが、片結びという結び方で結びます。まず右を上にして左を下にして交差させます。そしたらこの上にあるのを1回下からぐるっと一巻きします。そしたら今度はこう重ねるんですけれども、こちらの左側の方を上に重ねて、左側重ねた上を一巻き真ん中を通します。そしたらこれをギュッと引っ張ってください。はい、これが片結びの結び方です。はい、そしたら余分な部分ですね、この上の方をちょっと切っていきます。しっかり引っ張って強く結んでくださいね。はい、切りました。これでゴムの準備が終わりました。はい、では両側を縫っていきたいと思います。まずこちらのゴムなんですけれども、先ほど準備したものです。ここのちょうど最初の折り曲げたところ、1センチのところにここに入れ込みます。そしてこう
くるみます。こんな感じですね。なるべく手前に入るようにしてください。そしてここの部分を縫っていきます。こちらの下の方側から縫うと、この折り目が重なった部分が縫いやすいので、下から縫うと良いと思います。はい、これが縫い終わった状態です。こちらから縫い始めて一度返してまた一本縫います。そしてここの厚みのあるところですね、ここを縫ってまたちょっと戻ってまた戻ります。この時にちょっと出っ張りそうな時にはちょっと押し込む感じで、はい、何かちょっと割り箸とか用紙とかそういうのでこう押し込む感じで縫うと出っ張らなくなります。両方同じように縫いました。はい、そうしましたら今度はゴム紐なんですけれども、縫わないように縫ってあるのでこう動くはずですね。動くんですけれども、ここの縫い目のところを引っ張って中に入れます。はい、この辺ですね、今真ん中辺に、はい、入りました。同じようにこちらも引っ張って真ん中に入れます。はい、この辺ですね。はい、そしたらこの長さなんですけれども、だいたい物差しで測っていただいて、端から端まで30センチぐらいのところでカットしていただきます。反対側も同じようにカットしてください。はい、今30センチのところで切ったところです。そしたらこれを肩結びにもう一度していきます。右を上にして重ねます。左側を下に1回転回します。そしたらまた今度は左を上にして、こちら側を輪の真ん中に入れます。はい、それで引っ張ると結べました。これでマスクの完成です。はい、ちょっとこちらですね、完成した後に耳の調整をして確定したらちっちゃく切ってください。以上で完成しましたが、作成する時の注意点をまとめとしてお話ししたいと思います。型紙を使うことで何枚も作りやすくなります。それからペンの跡が見えていますが、はい、水で消えるペンを使用しているのですぐに消えますので安心してください。あとミシンのところなんですが、手縫いでも大丈夫なので挑戦してみてください。ゴムの長さは完成した後に結び目を直して調整しても大丈夫です。今回は簡単に作るということでサイズはあまり気にしていませんが、縦10センチ、横が17センチの大きさのマスクを作りました。ガーゼ生地がない時にはガーゼのハンカチとか、あとさらし生地とかスムース生地とかでも良いと思います。そして、ここは大事なところなんですが、市販のマスクがない時に応急的に対応するためのマスクであるのでご注意ください。最後までご視聴していただいてありがとうございます。また見てくださいね。失礼します。